はい、皆さんお疲れ様です。まいさんです。それじゃあね、更新されてしまったマラソン、再開していこうと思います。それよりさ、ちょっと気づいたことがあって、見て、すごくない？めっちゃ凝ってるデザインが、絵が、絵画が貼られてあるんだけど、すごない？これファルコムさんの画作じゃないと思うんだけど、これ誰が描いたんだろう。あとあっちもさ、全然違うの、すごくない？これを描ける人が社員の中にいたのか、それとも依頼して描いてもらってそのままゲームに当てたのか、どっちかだよね。これはすごい、何度でも入りたくなるような場所だよね、ここ。めったに入れないけど。じゃあ、やっていこうか。モブにはもうマラソン完了してあるんで。メイン、引き続き回収と。ふっ。あったね、そんなことも。あれもう、ちょっと、戦いっぷりさ、キャプチャーモーション使ってないから、まあ、そのせいだと思うんだけど、茶番のような戦いにしか見えなくて、もうちょっと頑張ってほしかったね、あれは。全部活に先生すっごくむちゃくちゃやってんな。水泳部なら水泳、チェスならチェスで打ち負かしてフェンシング部入りさせて、最後に馬術部長だったウォレス准将と、馬上試合で一騎打ちして何やってんのこの人2時間経ってもつかず、最後にお互いを吹き飛ばし合って大変だな。その時からの付き合いをさ、ずーっと今も続けてるんだったら、なんつう運命というか。こんな友達とはなりたくないですね、俺。オーレリアともし出会ってさ、友達になるとしたらどんな関係になってたんだろうな。新しい刀身は知ってるけど、S級は会ったことない。人数がいねえからな。俺だって、なんか、他にもいるらしいんだけどさ、会ったことないんだよな。カシウス以外。はい。こっちは何の話してるんだろう。あ、挨拶してんのか。3歳4歳だったら覚えてるくない？覚えてないんかな？俺覚えてるんだけど。うん。どんどん踏み込むやり。さすがに気になるよな。てか、ちょっと待って。こっちまだ話しかけてなかった。なんかね、本人もさ、入りたがってたっていう話をね、聞いてたんだよな。なる？なる？面白いとは思うけど。いや、でも、面白いとは思うけどね。揉めてもいいんじゃないかな絶対揉めてもいいんじゃないかな。そうな、人間の塊だな。
俺さ、女性キャラでさ、好きなキャラってね、あんまり出てこないんですよね。こいつが一番みたいな感じでさ、出てくるのさ、今のところ、まあ、ゲームだったら、ダーナとかベルベットくらいだったんだけど、オーレリアそろそろ入れてもいいかなと思ってる。あとアニメでももう一人いるんだけど。そうだったんだ。間近で見てて、で、今現在、妃として迎えられてる、そのプリシラさんは、どういう心境なんだろうね。確かに。もっと深掘りすれば結構闇深そうにもさ、聞こえなくもなくなってくるんだよね。それなのに？オズボーンか。今回のショー始まる時に見せられたんだよね。考え方が違うってことで陛下はさ、そのあたりはまあ認めたっていうか諦めたっていうか、まあ、仕方ないとは言ってくれた感じだったし、でも王妃様からしたらねえ、難しいな。じゃあ今度は、あ、二人にか。あ、そうだったんだ。まあもうこっちは大抵の事情はさ、ある程度の想像もできてるし、いくつかも見せてくれたんだけど。どこからお前はその情報を仕入れたの？もう本当にこっちもう寝耳に水なんだけど。もう決定しちゃったんだよ。決定しちゃったんだよ。踊ることもうスケジュールに組み込まれてるみたいで。どうするこれ。こんな有力者だらけの目の前でさ、殿下と踊ってしまったら、噂に尾ひれはへ、もう、尾ひれがさ、めちゃくちゃついてくるよね。もう尾ひれどころじゃないよ。確実に事実になってしまってさ、くっつかざるを得なくなっちゃうよね。は？ねえ、どう思うこいつ？うん、俺も乗った。ちょっと俺も混ぜてくんねえかな。賛成。俺もちょっと混ぜてくんね。当たり前だよ。なんでわかんねえの、お前。あんだけシスコン見せといて、なんでそこにエリゼが入ってくんのって。アホか、お前、こいつ、ほんとに。そうだね。懸念事項がちょっと出てきてしまったね。せっかくのパーティーなのに。いいぞいいぞいいぞ。俺も考えとくわ。ちょっと痛い目見てもらおうと。
ウケるせっかく仲良くさ話してたのに。おっと、真面目くん3人が固まってるね。これは砕けた話はちょっと聞けないな。消す談義。そんなのあったの？アマチュアのチェス大会。おお、ってことは誰かいたんだ。マーキアスを任した者が。チェスのルール全然わかんないけど、組み合わせとか戦略はさ、無料対数ほどあるって言われてるからね。それのプロってとんでもねえよな。絶対同点だろ。同点か、時々負けてるな。そうだね。そういうのもあって、あの平民貴族だんだん打ち解けてきたんだよね。懐かしいな、本当に。組み合わせ珍しすぎだろ、これ。何の話してんの？近年の軍事技術について話していた。そうだね、時代の流れがだんだん早くなってきてるって言ってるからね。あの、動力革命以降か、やったらと早くなってるってよく言われてるよね。人形兵器に関しては本当にそうだと思う。うん。そうだね。それは間違いない。動力演算機の登場がある。それは初めて聞いたな。ここ数年のお話の目覚ましい、となんだっけ？目覚ましい技術革新の背景には高度な動力演算機の登場がある。これ初めて聞くね。うんうん。そうね、いろんな情報が入ってくるわけだから、それをさらに処理していいものを導き出そうとね。第二次動力革命とでも呼ぶべきものだろう。そうか、すでに来ちゃってたか、第二次が。レクター、ここでレクターが加わる。ラムダの解析。うん。所有者のみを使用可能とする新しい暗号技術。解析しても意味な配列しか取り出せないようだが、所有者固有の霊視情報でも使ってる。固有霊視は原理的に複製不可能っぽい。霊視暗号とも言うべき突破不可能な技術が。やばすぎない？それ。人間をデータ化して、それを暗号にしたってことでしょ？ははは、ちょっと無理じゃね？それ。うん。無理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 。あの、リーの言う通り今日見せられたばっかりだけど、俺はもう撮影機がちょっと空いてるから今日じゃないんだけどさ、今日見せられたばっかりなんだけど、なんていうの？まだ見ぬ道、まだマップ的にさ、まだ通ってない道のはずをさ、分かれ道もすべて分かった上で、左右なんて言い出してさ、実際行ってみたら本当に合ってたの。意味わかんなかったよね。それを勘って片付けられて、納得できるはずもないし、それをさ、今、シュミット博士にぶつけた状態でしょ？論理的説明してみろって、不可能だろ！
うん、やっちまったね。そっか、ユラの血受け付けちゃったか。そっか、一応経験済みな何かはあったわけだ。無理、慎んでお断りします。てかシュバルツァー呼びに戻っちゃったよ。リンと呼んでいいんだぜ。よし、じゃあ今度は俺もまた珍しい組み合わせだね。エイダはエリゼのこと知ってるみたいだけど。結構尊敬に当たる人物だったんだ。うん、ちなみに俺もそう思う。いいね、目の付けどころいいじゃないか。そう、それはそう。なんか偉い首相だね。誘っちゃう？よかったね、もう進路安泰したようなもんや。可能性あるかもね、アリサが。アリサの件で本校に入ったのか。マジか。そうだったんだ。ってことは、だってあれ、貴族？なるほどね。なんか綺麗な女性に憧れてる印象あるね。十分エイダ綺麗なんだけどな。なんだよ、可愛いとこあるじゃんね、みんな。なくなってくれりゃいいんだけどね、このまま。結局さ、おズボンの駒になってるさ、セドリックがいるから。今更だけどさ、本校分校ともに政治介入結構ひどいから、どうなるかわかんないんだよね。でもできればああいう風にはならないでね。できれば女性の方からもアタックしてほしいなっていうものはあるんだけど。うん、この二人はね、リンから誘われることを期待してるのよ。ここにあなたの隣に原因がいます。こいつです。この男です。このいかがわしい男です。これは縁のある
縁のある組み合わせですね。まあ今更だな。なんかさ、やったらと好意なんだよね。もう物語始まった、その後から、その後だよね。第1章か。その時からすでにもう、帝国人のイメージ最悪だったのに、クレアに対してはさ、かなりもう、すいてたみたいで。はい。え？何それ？ああ、その経緯で文庫来たのか。こりゃあすごい巡り合わせだね。ある意味良かったのかな。ちょっと喜ぶことではないのかもしれんけど。とか本人がそう言ってくれるんだったらありがたいこった。おい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 、積んでれ積んでれ。面白い返しするな。成長したね。うん、そりゃ好かれるわ。半分の単位をさ習得するために代理に入って、それが自分の命の恩人がさ教会になるってどんなんやろね。あっちゅ挟まれて出られんかった。情報局から呼び出される可能性もあるのか。じゃあ、ちょっと抵抗した方がいいね。なんかすごい集まりなんだけど、みんな背高っけえな、ほんと。そういや、そうでしたね。そういや、そんなことありましたね。テートにさ、飛び込もうとした時のあれか。本当にね、あれ、俺の知らない両方軍だったわ。なるほどな。何かをきっかけにノルド流がさ帝国に流入する可能性あるのかな。戦ったことないんだよな。公平向けに軍刀ですか、美濃さん。もうほんとやめてくれ。絶対戦争にさ、利用されるやん。
あれはさ、ちょっと。あれはね、ちょっとね。ぶった切ったらしいからな。そうだね。なんかいい仲介役になってるみたいだね、ガイウスが。なんかやっぱ帝国人武人っていう感じ、本当にさ、溢れる陶器、文校長ほどじゃないにせよさ、溢れる陶器抑えられない人が何かいらっしゃいますね。本当にほら、こうやってさ、いらんことばっか言うから。僕が話しかけた。まだ、三つもあるのか。三つかな？四つだ。パツキン組み合わせ。まあ、それはそうなんだけどさ、傲慢的な態度もさ、首相的な態度もさ、なんかいろいろごっちゃになって、俺よくわかんねえんだよ、こいつのこと。もう、アッシュにそんなことを言ったってね。もうわかんねえこいつ、本当にわかんねえ、本当に嘘ついてるように見えないんだよな。なんか勝手に組み込まれてたんだよね。本人の前でそれで言っちゃう？一体何が言ってるんだ。認めてやれよ、いい加減。いや、それはそうだよ。懲りないじゃなくて、本当に純粋に好きなんだと思うよ。誰かちょっとリン止めてくれ。俺、ここにいたら止めてやるのに。アニバカ。シスコンとも言うんだけど。話わかるんだよな、こうやって。こうやって話してればさ、印象がさ、すごくいいんだけど、でも、傲慢的な態度とったあれもさ、セドリック本人つうか、本心のように見えて、あれも多分嘘偽りのないセドリックの本心だと思うんだけど、だから本当にわかんねえんだよこいつのこと。それに対して嫌いじゃないって言ったアッシュもさ、ちょっとよくわからん。いや、本当のことです。本当の話です。マジで本当の話。もっと言ってやれ、アッシュ。言ってること本当だぞ。文庫の説明ではいつも、もう、俺いる？ほとんど知性絡みなんだけど、これ。役に立ってます！もう。またなんか誘ってるよ。クレアに飽き足らず。
他にもなんかスカウトしたい人間がいるんですか？うん。あー、なるほど。悪くはねえな。ちょっとシュミットと似たような匂いもしなくもないけど。それに関しては俺もリンと同意見だ。さて、ここ。おう、一応関わりはあるんだ。ダムなんかあるの？見てないんだけど。一応会長の身追い出されてもラインフォルトの関わりはね、相変わらず今も続けてるんだね。そうだったの？そうだったの？すごいことやってんな。お互いちょっとお互いちょっとやばすぎない？メイド羊。相性ぴったりだとは思うけどね。でもなぁ、シャロン、アントンがいるからなぁ。あの時のサブイベ、シャロン完全にやらかしてるからな。やっちまってるよね、あれ、完全に。男心を刺激しちゃったもん。コメントでいただいたけど、チェラネーがさ、リベールの旅行者に相談乗ってるっていうさ、話があったじゃないですか。それアントンじゃねっていうコメントをいただいて。今作まだアントンと出会ってないんだけど、もしアントンだったら嬉しいね。おい、シャロン。もうすでに果たされてますが。ああ、もうバレバレじゃん。確かにな、四大名門って言ってなるとね。向こうに行ってるんだ、ヴィラソレイユの、ヴィラソレイユの方か。ちょっと待って、少し。不穏なこと言うね。何か気がかりでもあるのか。なんか俺の知らない事情を一つ持ってるって感じか。もうこれ以上聞き出せないからどうしようもないんだけど。だって俺もなんとか全部回ったよ。何よりアルバリアだからね、いろんなことやらかしまくった。ここで手抜いてたらね、本当に開口を残すよ。あ、疲れてるね、本当に。それにしても、
そんな雰囲気には見えないな。でもくっつくんだったらくっつくで全然ありとは俺は思ってる。今のところそういう伏線には見えないわ。ないよ説得力なんて。チャンスはね逃したくないんだよ本当に。つかむしろさ、向こうからちゃんと時間取ってアプローチしてきてほしいまであるんだけど。なんで？なんでよ。いいじゃん。大変なことが起きてるんです。なんか刺された。さて、全部話しかけたよね。話しかけてるね。